派なのワンブロックだけど、霊夢の顔なんだが。ふくふしおんちゃんどうかしら？今日は私が徹夜で作った世界。霊夢ちゃんワンブロックなのよ。霊夢自分のこと好きすぎるんだよな。あらいいじゃないしおんちゃん。霊夢の顔がブロックになってて可愛くない？うん、確かに可愛いといえば可愛いけど。そうでしょ？そう思うでしょ？そうです、可愛いんです。いや、あんまり自分で言わない方がいい気がするけどな。霊夢ちゃんブロック可愛いと思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知音もよろしくね。この企画が好評だったら他の人でもやってもいいと思ってるから。絶対に最後まで見てね。わあ、霊夢の自己主張が激しい。しょうがない。それじゃあやってやるか。てかこれどうなってるんだろ。壊したら何がドロップするのかな。周りには何もなさそうなんだぞ。ワンブロックって言っても結構周りに島とかあるパターンもあるけど、今回はマジのワンブロックみたいだな。そうみたいですね。今壊してブロックがドロップしましたけど、拾えずに落ちていきましたね。うん、そうなのよね。なんとか壊したブロックの上にアイテムがキープできないかといろいろ試してみたんだけどね。なかなかうまくいかなかったのよね。ワンブロックの世界を作るのも難しいんだな。マジでアイテム全然拾えないんですけど。あ、拾えた。TNT とスイートベリーが手に入ってるわ。この感じ赤いアイテムがランダムでドロップする仕様みたいね。さすが霊夢、やっぱり赤色にこだわってるのか。私の時はピンクかな。ピンクのアイテムほとんどないんだよな。あ、シオンちゃん、シンクの幹が手に入ったんだぜ。よかった、木材もドロップしてくれるのね。これで作業台が作れるなと思ったんだけど、先に周りをブロックで囲うかな。少しでも拾えないアイテムを減らしたいもんね。わかってるじゃないシオンちゃん、その方が絶対に効率が上がるわよね。安心して、周りをぐるっと囲えば落ちる確率もぐっと下がると思うから。めんどくさすぎます。でもずっと霊夢の顔を壊してたらなんか変な気分になってきました。やめて、私の顔でゲシュタルト崩壊起こさないで。あ、こんなところにも霊夢ブロック。でシオンちゃん、私、それ本物の私の顔だから。あ、霊夢、うっかりしてました。うっかりの息を超えてると思うんだけど。なんか赤い旗も出てきたな。こんなの出てきても何の役にも立たないんですけど、まあ一応飾っとこうと。何の一応なんですか？でも確かに霊夢が言ってた通り、周りを囲ったらアイテム拾いやすくなったんだぞ。スポーンエッグまで出てきたんですけど、これ何のスポーンエッグ？ムーちゃんでした。あら、いいじゃない。ムーちゃんがいると食料には困らなくなるわね。シンクの木でボールも作れるし。それに可愛いのよね。霊夢ワンブロックに癒しが生まれました。よし、どんどん壊すぞ。なになになに、ムーちゃんどうしたの？いきなりテンション上がっちゃったの？あ、まずい。アイテムをブロックの上にキープしたいと思って、いろいろ試した悪影響が出てるわね。ブロックを壊した瞬間、ムーちゃんが私の顔の上にワープしてくるのよね。ムーちゃんも困惑してます。まあ私の顔から少し離れたらワープ範囲から外れるから、なるべく早く床を広げていってちょうだい。めんどくさい。ごめんなさい。あ、ここなら上にムーちゃんいても壊し続けられるんですけど。ほんとだ、いい場所を見つけたんだぜ。さっきまでムーちゃんが邪魔でうまく壊せなかったからな。ちょっと壊すたびにムーちゃんがジャンプするのが気になりますけどね。あら、いいじゃない。ぴょこぴょこ跳ねるムーちゃんも、とっても可愛いと思うけど。ミミコは可愛かったら何でもいいんだよな。よし、ブロックがそこそこ集まってきたから、ムーちゃん隔離作戦を実行します。あ、なるほどなんだぞ。一箇所集中で足場を伸ばしていって、そこにムーちゃんを閉じ込めるんだな。そうそうそういうこと。ごめんね、ムーちゃん。少しの間そこでおとなしくしててね。ブロックがもっと集まってきたらちゃんとした柵を作ってあげるから。気をつけるんだぜ、シオンちゃん。あんまり押しすぎるとムーちゃんが落ちてしまうぞ。オッケー、任せといて。そんな暇はしないんですね。よし、ここがギリギリかな。ブロックを二段積みにしたらムーちゃんも来れないわよね。完璧すぎた。でもこのスカイブロック結構大変なんだぞ。木材が落ちるのはいいんだけど、落ちるアイテムの種類が多すぎて、全然木材が集まらないんだぞ。そうなんだよな。もうちょっと木材をいっぱい集めて、ツールとかいろいろ作りたいんだけどな。ふんでもやっと木材が少し集まって、ツール橋が作れたんですね。これで霊夢ブロックも少しは早く壊せるようになるかな。どうなんだろうな。壊すスピードが上がれば楽になるよな。あ、ちょっと早くなったかも。これはいいわ。この調子でどんどん壊していくんですね。飽きました。霊夢刺激が欲しいよ。ブロック壊してばっかりで退屈だよ。いや、何言ってるのよ、シオンちゃん。まだ序盤も序盤じゃない。もっと足場を広げてもらわないと困るわよ。だって、さっきからずっと掘ってるんだもん。え？じゃあ、やらかいクリーパーが出てきたんですけど。あー、ムーちゃん、すべてを失いました。うん、なんなのよあれ。クリーパーなんか泳ぎじゃないんですけど。これは厳しいんだぞ。こんな狭い足場で大量のクリーパー、絶対に助からないイベントじゃないか。だから早く足場を広げてって言ったのに。足場広がってても助かる可能性低いんですけど。ムーちゃんも犠牲になっちゃった。ムーちゃんごめん。怒ったことは仕方ないわよ、シオンちゃん。気を取り直して頑張りましょう。悪いのは全部霊夢なんだから。二人の視線が痛い。こらこら、ゆゆこ様にシオンちゃん。あんまり霊夢を責めたらダメですよ。霊夢だってできるだけ楽しんでもらおうと思って、一生懸命イベントを考えてモッドを作ってるんですから。ヨウム、私の気持ちを分かってくれるのはヨウムだけだ。確かに、ちょっと言い過ぎたかも。ごめんね、霊夢。シオンの心がちょっと狭かったかも。シオンちゃん、いいのいいの。私はもう平気だから。そうだからね、この後のイベントも期待しててね。それもっとすごいのが来るな。
投稿している間に夜になっちまったな。シオンちゃん、そういえば赤い羊毛も落ちてたよな。ベッドを作って寝た方がいいんじゃないか。あ、確かに暗いのは嫌だもんね。寝れる時には寝ておこうかな。あ、まずい羊毛足りないんですけど、ここの羊毛壊して拾えるかな。あ、拾えた拾えた。これで寝ることができるわ。シオン寝るの大好き。おやすみなさい。おはようございます。よし、今日も一日頑張るぞ。無事乗り切れたらいいな。ホリ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 。なんなんだその掛け声。適当にも程があるんだぜ。だって無言で掘っててもつまらないんだもん。少しでも楽しい気分で掘りたいでしょ。これで楽しくなれるのかよ。でもそのおかげでマリサが突っ込んでくれたでしょ。ホリホリホリ効果が出たんですね。手渡し引っかかってる。てか何これ、霊夢の顔が出てきました。あ、ついに来たわね。シオンちゃん、それは特別なアイテムなのよ。それを使ってみてちょうだい。使う？これって使うアイテムなの？なんか不気味。不気味で悪かったわね。不気味で。わかったわかった。それじゃあ使ってみるわよ。はい、使った。あれ、何にも起こらない。色はなんだ。あら、遠くに霊夢の顔が現れました。うわ、本当だ。さっきのアイテムはあれを出現させる鍵だったのか。そういうことなんでしょうね。よかったじゃない、シオンちゃん。このスカイブロックに目的ができたわ。まずはあの霊夢の顔を目指してみたらいいんじゃないかな。オッケー、わかったわ。でもちょっと遠いな。今持ってるブロックであそこまで届くかな。とりあえずできるだけ近づいてみるといいかもしれませんね。どれくらい足りないのかがわかりやすくなりますし。うん、そうしてみる。この辺からまっすぐ伸ばしていけば到着しそうだな。トン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 。うん、ここで終わりか。半分ぐらいしか来れてないかな。もっと掘らないといけないわね。あれ、シオンちゃん、そのホットバーに入ってるのは使わないのか。バカね、マリサ。これはコンクリートパウダーなんだから。こんなのを使ったら奈落に真っ逆さまなんだからね。あ、それコンクリートパウダーなのか。すまないんだぜ。確かにそれは使えねえな。頑張ってブロックを集めてくれ。うわー。量子シンクの幹が結構集まったわよ。これを分解してハーフブロックにすれば、多分霊夢の顔まで届くんじゃないかな。おお、それだけあれば絶対に届くよな。気になるんだぞ気になるんだぞ。霊夢の顔の中に何があるのか気になるんだぞ。量子、それじゃあ霊夢の顔上陸大作戦だ。でもいろんな種類のブロック持ってても邪魔なだけだから、先にハーフブロック以外のブロックを使っていこうと。へ？あー、間違えてコンクリートパウダー使っちゃった。全てを失いました。何やってんだ。さっきコンクリートパウダーなんて使うわけないって言ってたじゃないか。だって間違えたんだもん。これは悲しすぎるわね。コンクリートパウダーはホットバーには入れないように気をつけないとね。そうします。せっかくハーフブロックで霊夢の顔に届きそうだったのにな。頑張るんだぞシオン。またブロックを集め直したらいいだけじゃないか。めんどくさすぎる。トン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 。ふやっと霊夢の顔に届いたわ。ここまでめちゃくちゃ苦労したんですけど、中には何があるのかな。へえ、ちょっと霊夢何してるのよ。しばらく姿が見えないと思ったら。ふふふ、驚いた。そう、私の顔の中身は私です。全然意味がわからないんですけど、霊夢の中身が霊夢なんて。霊夢、本当にどれだけ自分が好きなのよ。まあまあ、シオンちゃん、そう言わないで。でもよくここまでたどり着いたわね。ここで私がまた新しい目標をあげる。新しい目標？そうなの。このスカイブロックの世界でエンドを目指してみて。エンド？いや、目指すのはいいんだけど、こんな世界にエンド要塞なんかないでしょ。ふふふ、そうね。でもそれをなんとかするのが私の役目なのよ。はい、これ特殊なアイテムを2種類持ってきてくれたら、この世界でもエンドに行けるようになるわよ。特殊なアイテム？この世界バニラのアイテム以外のアイテムがあるの？実はそうなのよね。この世界には通常の次元の他に4つの次元が追加されてるの。まずはその次元に行って装備を整える必要があるわね。え、オリジナルの次元が4つもあるの？どうやって行くの？まあその辺はシオンちゃんが大好きなホリホリをしてるとわかると思うわよ。シオン、別にホリホリ好きじゃないんですけど。しょうがないな。それじゃあ頑張ってホリホリするか。掘ってたらわかるっていうことは、さっき霊夢の顔が出てきたみたいに、ある程度掘ったら何かが出てくるのかな。きっとそうですね。どれくらい掘れば出てくるかわかりませんが、頑張って掘り進めるしかありませんね。終わりの見えない戦いが始まりました。ホリ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 。おー、楽しそうだなシオン。その調子でどんどん掘り続けるんだぞ。だから楽しくないんだって。退屈を紛らわせてるだけなんだからね。お、あれ、何これ。またなんか変なアイテムが出てきたんですけど、なんだこれ。シンクの幹がついたツールに見えるよな。それが新しい次元のヒントなのか。そうよ、やっと手に入ったわね。それは新次元のゲートを着火するアイテムなのよ。ということはどんなゲートを作ればいいかわかるわね。ははん、なるほどね。シンクの幹でゲートを作ればいいのか。ピンポンピンポン、大正解。頑張ってシンクの幹を集めてちょうだい。ゲートを作るっていうことは最低10個必要なのよね。またホリホリしないといけない。うわー、あ、出た出た。これでシンクの幹が10個集まったはず。あ、やっぱり集まってるわね。やったわねシオンちゃん。それじゃあゲートを作って新次元に行きましょう。霊夢、邪魔するわよ。空の上に作ったら間違って落ちちゃいそうだから、霊夢の顔の中にゲートを作らせてもらおうと。いいわよ、私の顔の中は安全だからね。気をつけていってらっしゃい。量子ゲートの形ができたんですね。それでこれを使ったら着火できるのよね。うわすげー、本当にゲートが開通したんですけど。だから言ったでしょ、
新次元は素材集めに特化した仕様にしてあるから、頑張って素材集めしてきてね。何が手に入るんだろ、楽しみ。よし、それじゃあ行くぞ。行ってきまーす。あれ、ここってもしかして、真空の森？うわ、なんか違う。壁が全部真空の道なんですけど、ここネザーなの？そこはネザーに見えるけど実はネザーではないのよ。一応真空の森はあるけど、それ以外は何もない真空の世界なのよ。あら、いいじゃない。ホグリンがいるのは結構厄介だけど、これで木材が集め放題じゃない。あ、そっか、これめちゃくちゃいいじゃない。結局またホリホリしないといけないけど、ブロックの種類を狙い撃ちできるのは最高すぎるんですけど、ここで木材だけを集めるんなら、別にホグリンに襲われるような場所に行かなくてもいいもんな。これはいい世界かもしれない。空の上でのホリホリから解放されるのは嬉しすぎるんですけど、よし頑張って木材集めるぞ。いっぱい集めてきました。よし、せっかく木材がたくさん集まるようになったんだから、この怖すぎる通路も広げちゃおうっと。いいじゃないいいじゃない。これからいくらでも木材を手に入れられるんだから、家を作ったりしてもいいかもしれないわね。家があったらさっきみたいにクリーパーとかが出てきても、最悪逃げ込んでやり過ごすことができるんじゃない？あ、それ確かにいいかも。それじゃあ真空の木だけで家を作ってみようかな。床の拡張が終わったらまた真空の次元に行くんですね。うわーうわーここにも落下防止で柵を設置してっと。よし、こんなもんでしょ。素材が限られてるからそこまで凝った作りにはしなかったけど、空の上の家としてはまあまあなんじゃない？広さも十分ですね。これなら何が起こっても割とどうにかなりそうです。真空の木材を使ってるから燃えたりもしないしな。拠点ができてよかったじゃねえか。最高なんですね。ここに入れてたアイテムとかも拠点に移そうっと。拠点ができたのはおめでたいけど、私が寂しくなっちゃう。大丈夫大丈夫。次元は他にもあるんでしょ？ゲートは全部霊夢の顔の中に作ってあげるんだから。嬉しいような嬉しくないような。それじゃあ次の次元の鍵を手に入れないとな。多分さっきと同じ流れだろ。この霊夢の顔を壊し続けてたらそのうち次の次元の鍵も手に入るはずなんだぞ。そうよねそうよね。よし、気合い入れてホリホリするぞ。じゃあまた次ゲートは改善してるんだが、はここは拠点に設置したベッドの上なんだぜ。拠点があってよかった。なんだあれ、うーわ、本当になんなの。改善クリーパーが無限に湧いてます。地獄だ。あれは地獄の風景なんだぞ。ふふふ、すごいでしょ。これぞ霊夢ワンブロック名物、再現クリーパー地獄。正気だとは思えないんですけど。でも幸い拠点と距離が離れてるのでこっちには気づいてないみたいですね。もうシオン絶対にあっち行かないもん。いやダメよシオンちゃん、だってあそこに霊夢の顔ブロックがあるんでしょ。それ壊さないと次の次元に行けないわよ。そうでした。そんなあの再現クリーパーの大群の中、霊夢ブロックを掘り続けないといけないなんて、そんなの無理に決まってるじゃない。大丈夫よシオンちゃん、あの無限クリーパーを止める方法があるわ。え、無限クリーパーを止める方法？そんなのがあるの？あるわ。あと一回、あと一回だけ霊夢ブロックを壊すことができれば、そうすればクリーパーは湧かなくなるはずよ。結局霊夢ブロック壊さないといけないんじゃない？でもシオン、一回だけでいいんだ。一回だけならなんとかなるんじゃないか？まだ希望の光は消えてないんだぞ。とにかく爆破されずに霊夢ブロックを壊せる位置に行かないといけないから、高いところを移動したらなんとかなりそう？うわ、気づかれた。まずい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 。ここでもう高い場所に避難するわ。とりあえず4段積んでみたけど、これなら爆破はされないかな？おお、やったぞシオンちゃん。この高さなら大丈夫みたいだな。よし、このまま霊夢ブロックの真上まで移動して、そこから壊してやるんですね。うわ、この辺マジカオス。なんなのこれ。霊夢これは罪深いイベントを起こしたわね。実はね、こうなると思ってませんでした。いや、これバグだったのかよ。でも大丈夫、シオンちゃんならきっとなんとかできるわ。いや、完全に人事なんですけど。でも問題が発生しちゃった。4段積みだと霊夢ブロックに届かないんだよな。なるほど、ちょっと高すぎるんですね。もう1段下げて挑戦してみるしかありませんか。ちょっと一旦拠点に避難したいけど、これ戻ったらついてくるわよね。ほらやっぱり。どうしたらいいの。これは覚悟を決めて一気に逃げるしかないんだぞ。まずはそこにクリーパーたちを引きつけておいて、一気に拠点に走って逃げるんだぞ。ドアを閉めたら中までは入ってこれないだろ。最悪裏から屋根に逃げたらいいんだぞ。それだ、青い天才すぎる。よし、なんとか逃げ切れそうな予感がしてきたわ。いけー、逃げろー。いて、なんとか逃げ切れました。それじゃあ3段で爆破されないか試してみようかな。さあ来なさい。ちょっとでも爆発しそうな素振りを見せたら、すぐに4段目に逃げるんだから。お、大丈夫みたいだな。3段目でも爆発はしないみたいなんだぜ。これはチャンスが巡ってきました。3段目ならさすがに霊夢ブロックに届くもんね。問題はクリーパーが邪魔でブロックを壊せるかなんだけど、実はそこも考えてるのよ。TNT とレッドストーンブロックがあるから、最悪上から TNT を落としてやるんですね。もうちょっとかな。足場もうハーフブロックしか残ってないな。もうちょっとだけ伸ばし、うわ、まずい、着地で設置。あー、爆破の威力高すぎやろ。もう失敗できません。クソ、うまくいかないな。でももうこの状況にも慣れちゃったんですけど、次こそは絶対にクリーパーを止めてみせるんだからね。爆破されて足場崩されちゃってるから、もう一回足場を置き直して。よし、ここからなら大丈夫かな。届けシオンのツルハシ。クリーパー邪魔すぎます。あちゃー、やっぱりクリーパーが邪魔でブロック壊せ
いつの間にかクリーパー湧くの止まってるんですけど。あ、ほんとだ。あ、わかった。さっきの爆発で霊夢ブロックが壊れたんだわ。それで条件を満たしてクリーパーが止まったのよ。やった、シオンがやってたのは無駄じゃなかった。あはっはっはっは、もう2体しか残ってないじゃない。2体ぐらいなら楽勝じゃなかった。クリーパーのいない生活は穏やかだな。何のストレスもなくホリホリできるんですけど。あら、シオンちゃんご機嫌ですね。そうなの、怖いクリーパーがいないからね。ストレスフリーなんだよな。へ、じゃあ嫌まだ出てくるのかよ。いい加減しつこいんですけど。今度は倒せました。あ、怖かった。もうクリーパー見たくもないんですけど。大丈夫よシオンちゃん、もうクリーパーは出てこないわ多分ね。全く信用できないんですけど。あれ、いつの間にか新しい鍵を手に入れてるんですけど。あ、ほんとだ。今度はレッドストーン鉱石の次元みたいね。レッドストーンなんて何の役に立つの？ふふふ、実はねシオンちゃん、この世界はレッドストーン装備が作れちゃうのよ。え、レッドストーン装備？めちゃくちゃ気になるんですけど、どうやって作ればいいの？そのためにはレッドインゴットを作らないといけなくてね。レッドストーンが大量に必要なのよ。そのためのレッドストーン鉱石の次元っていうわけ。なるほどなんだぞ。それじゃあ早速ゲートを作るんだぞ。レッドストーン鉱石は7個しかありません。よし、レッドストーン鉱石が集まったわよ。早速ポータルを作って新次元に行っちゃうんですね。あれ、ポータル着火できないんですけど。おいシオン、何してるんだ。その着火アイテムレッドストーン鉱石じゃないんだぞ。へえ、ロマジだ。これネザー金鉱石なんですけど、いつの間にこんなの手に入れてたの？レッドストーン鉱石を集めている間に手に入っていたみたいですね。ということはネザー金鉱石の次元にも行けちゃうわけですか。これはよりどりみどりです。ゲートが3個になったぞ。どこから行こうかな。先にレッドストーン装備を狙うか、金を集めるのも悪くはなさそうよね。よし決めた。先に金鉱石の次元に行ってみることにするわ。うわ、すごいんだぞ。本当に金鉱石だらけの世界なんだぞ。これで金を集め放題です。確か最初のシンクの次元にホグリンがいたよな。探せばピグリンも見つかるんじゃないか。この赤いアイテムしか手に入らない世界で金を集めてブツブツ交換ができる意味は大きいんだぜ。あ、確かにかまどとかも作れなかったのよね。ブツブツ交換でブラックストーンが手に入ったら、石のツールとかかまども作れちゃうじゃない。弓矢も手に入るし、鉄塊で鉄インゴットも作れちゃうんじゃない。ほんとそう考えるとピグリンちゃんってすごく助かる存在よね。絶対にブツブツ交換しに行きます。それにシオン気づいちゃったのよ。今ツルハシは木のツルハシしか作れないから、多分レッドストーン鉱石壊しても何もドロップしないのよね。あ、気づいちゃったか。そうです、それが私の仕掛けた罠です。なんで罠とか仕掛けるのかな。いや違うんだぜシオンちゃん、霊夢は罠だって言ってるけど、きっとそこまで考えてなかったんだ。自分の作った世界の不具合がバレたくなくて、わざと罠だって言ってるんだぜ。あんたなんでそんなに鋭いのよ。マリサは霊夢のことは全てお見通しなんですよね。なんだかんだ言って本当に仲良しなんだから。別にそんなんじゃないんだぜ。誰がこんな貧乏巫女と仲良くなんかするかよ。あら、それはこっちのセリフよ。誰があんたみたいな、あんたみたいな。マリサの悪いところが思いつきません。ごちそうさまです。なんか二人でじゃれ合ってるんだぞ。それよりもシオン、ピグリンを探しに来たんだな。うん、そうなんだけどね、ホグリンが多すぎます。それにホグリンは見つかるんだけどな、ピグリンが全然いないのよね。おーい、ピグリンちゃん、食べないから出ておいで。ミミコが言うと楽に怖いんだよな。あ、いたいた、やっと見つけたんですけど。うわ、でもホグリンに気づかれちゃったな。まあ子供だから大丈夫でしょ。ちょっと攻撃して追い払おうと。3体ぐらいいますね。よかったじゃないですか。3体いればブツブツ交換も結構はかどりますね。最高なんですね。よしよし、十分とは言えないけど、そこそこ物資が充実してきたな。でも残念ながら鉄塊は手に入らなかったわね。ブラックストーンが手に入ったのは嬉しいけど、レッドストーンって石のツルハシで掘れたかしら。掘ってもドロップしません。あ、じゃあ石でもダメだったか。これは覚悟を決めて金集めしないといけないんだぞ。ブツブツ交換で鉄塊が出るまで頑張れシオン。結局また掘らないといけないのかよ。うわー、お願いピグリンちゃん、鉄塊、あとシオンが欲しいのは鉄塊だけなのよ。お、今鉄塊投げてくれたわね。何個ぐらい投げてくれたのかしら。29個も投げてくれてました。やったじゃないシオンちゃん、それだと鉄のツルハシを作れちゃうわね。やった、それじゃあレッドストーン掘りまくってレッド装備を完成させちゃうんですね。掘れる、レッドストーン鉱石もサクサク掘れるんですけど。やっぱり鉄が最高ですね。この世界で鉄が手に入ってよかったです。それで霊夢、レッドインゴットってどうやって作ったらいいの？あ、それは簡単よ。レッドストーンブロックを作って、そのレッドストーンブロックを9個クラフトしてインゴットが作れるわ。へー、レッドストーンブロック9個でインゴット1個、それめちゃくちゃ大変じゃない。諦めるんだぞシオン、今回はもう掘ることからは逃げられないんだぞ。いやだー、レッドストーンダスト400個ぐらい集めました。これでレッドインゴットが何個になるのかな。5個。う、嘘でしょ、あれだけ集めて5個にしかならないの？絶望的すぎるんですけど。うわ、これはきついな。これで装備を整えようと思うとめちゃくちゃ時間かかるじゃねえか。ツルハシの耐久値も心配ですね。途中で壊れそうな予感がします。霊夢新次元は4つあるって言ってたわよね。実は救済措置が
あるんじゃないの？あ、ゆゆこもなかなか鋭いわね。実はそうなのよね。レッドストーンブロックでゲートを作ると、レッドストーンブロックの次元に行けます。なんでもっと早く行ってくれないんだ。絶対にそこでレッドストーンブロックを集めた方が早いじゃない。その次元の着火アイテムもホリホリで集めないといけないの？いや、最後の次元の着火アイテムだけはクラフトで作るようにしてあるのよ。実はそのレッドインゴットをさらに9個クラフトすると、レッドブロックというブロックが作れるのよね。そのレッドブロックと棒をクラフトすると着火アイテムが作れるわ。着火アイテム作るのにもレッドストーンが大量に必要です。もう掘るの疲れた。うわー、やっとだ、やっとレッドインゴットが9個集まったわ。これをクラフトして、うわマジだ、レッドブロックができたんですけど、これを棒とクラフトすればいいのね。なんだ、レッドストーン陶器なんだぞ。でもちょっと名前が違ったな。それが着火アイテムで間違いないみたいなんだぜ。やっと最後の次元に行けます。よし、最後のポータルを作るわよ。これでいいのよね。最後にさっき作った陶器で着火してっと。あ、開いた開いた。よし、レッドストーンブロックをいっぱい集めて、レッド装備を完成させるぞ。うわすげえ、今まで非常に真っ赤な世界なんですけど。ふふふ、すごいでしょ。情熱の赤、これこそ私が望んでいた光景なのよ。でもよかったな、シオン。これであとちょっとなんだぞ。やっと永遠のホリホリから解放されるな。ここまで長すぎました。ホリホリホリ、ホリホリホリ。あとちょっとで終わるとホリホリ生活も名残惜しいな。あれ？んー、シオンちゃんどうしたんですか？そっちになんかありましたか？いや、今なんか動いた気がしたんですけど。ほら、やっぱりなんかいる？あっちでモブが動いてるんですけど。そういえば霊夢の交換リストに謎のアイテムがあったよな。それがそのモブと関係しているのか？ふふふ、どうか知らねえ。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないな。この棒読みは絶対にそうだろ。でも気をつけてね、シオンちゃん。レッドソードは作ったけど、まだレッド防具は作ってないんでしょ？いきなり襲いかかってくるかもしれないわよ。大丈夫大丈夫、一応金防具は装備してるんだから。うわ、なんか見た目やばい。なんだあれ、めちゃくちゃ怖そうな顔してるんだぞ。ちょっとこっそり近づいてみようと。あ、襲ってこないぞ。待った、待って、めちゃくちゃ不気味な動きしてるんですけど。うわ、そいつマジで怖いんだぞ。逃げろシオン、なんかヤバそうな雰囲気がするんだぞ。いや、結構足早いのよね。うまく逃げ切れるかな。ちょっとだけ戦ってみようかな。いや、ちょっと攻撃当たらないんですけど。待って、痛い、攻撃めちゃくちゃ痛いんですけど。こりゃダメだ、逃げろー。このシオンが作った細い通路、あの体ならここは通れないはず。はぁ、よかった、これで逃げ切れる。わかってきてるー。よし、塞いだ。おー、すごいんだぞシオン。いい感じでブロック置いて止められたじゃないか。あー、こっちに来ないんなら怖くもなんともないんですね。そこで待ってなさい、装備を整えてからじっくりやっつけてやるんだから。いや、ちょっと待って、ここまでは上がってこれないわよね。いや、上がってこれるんかーい。待って、助けてー。ふー、なんとか逃げ切れたわ。今はシオンのこと見失ってるみたいだから、今のうちに装備を整えちゃいましょ。頑張ってレッドインゴット集めたのよね。これでレッド防具のフルセットも作れちゃうでしょ。ちょっと集めすぎぐらいだな、余裕で作れると思うんだぜ。シャキン。よし、レッド装備のカー安定。待ってなさい、謎のモンスター。シオンが成敗できません。強すぎるんですけど。レッド装備でも歯が立たないの？これは想像以上なんだぜ。シオンちゃんも結構奮闘したと思うんだけどな。あと一歩届かなかったのか？頑張れシオン、もう一回チャレンジしたら倒せるかもしれないんだぞ。もうやだー、戦うの怖い。最高の作戦を考えちゃったのよね。あら、作戦、シオンちゃんどんな作戦を考えたの？ここは何の次元なんだい？そう、レッドストーンブロックだね。だからさっきのクリーパーみたいに高いところに登っておびき寄せて、上から GMT を叩き込んでやるんだから。おー、それなら絶対に勝てるんだぞシオン。ちょっと卑怯な気もするけど勝てるんだぞ。ちょっと卑怯な気もするけどな。どう、卑怯言わないでほしいんですけど。スノープレート言ってほしいんですね。無謀な戦いをすることが勇敢とは言わないんだから。よし、デスドロップは拾い終わったかな。そろそろブロックを積んでおびき寄せるわよ。何段くらい積めばいいかな。まあ GMT を落とすんだからな、高すぎて困ることはないんだぜ。あ、そういえばそうね。よし、この辺でいいかな。まずは先にレッドストーンブロックを置いて、その横に GMT を設置するだけで落ちて爆発してくれるんですね。さあ、食らいなさい。さすがのあんたも GMT の威力にはひとたまりもないでしょ。一発は耐えられてしまったな。次の爆発も耐えるか。やった、見て見て、2発目で無事倒せたんですけど。やったわねシオンちゃん、結構体力も多かったはずなんだけど、シオンちゃんが結構削ってたみたいね。シオンの頑張り無駄になりませんでした。あ、なんか起きてる。霊夢の交換アイテムと同じですね。それでエンドポータルフレームと交換してもらえるはずなので、ついにエンドに行くことができますね。ここまで長かった。エンドラ、待ってなさい。シオンがギッタンギッタンのベッコンベッコンにしてやるんですね。さすがに知ってる相手だと超強気だな。霊夢からエンドポータルフレームとエンダーアイを買ったから、これでエンドに行けちゃうんだよな。でもフレームもエンダーアイも色が違うわよね。これ普通のエンドに行けるの？あ、確かに。でもエンドラでしょ。ラフショーに決まってるんですね。どこ扱いされるエンドラさん不倫だよな。トン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 ドン、行くぜー。エンドラ討伐だー。うわ、なんだここ、エンドの色が変なんですけど。あ、
か。ほんとだ、エンダーマンもなんか真っ白なんだぜ。なあレイム、ほんとは赤にしたかったんじゃないか。絶対に突っ込まれると思ったわ。ああそうですとも、赤にしたつもりがああなったのよ。それが何か問題でも。大丈夫だ、全く問題ないんだぜ。でも色が変わってるだけで普通のエンドっぽいな。エンドラはどこかな。エンドラさん、エンドラさん、エンドラさんどこなの。エンドラさん透明なんですけど。ほんとだ、目と口だけが飛んでるんだぞ。なんだあやー、服すごいでしょ。あれがこの世界の透明エンドラなのよ。カッコの中が全てを物語ってるんだぜ。まあいや、透明でもエンドラはエンドラなのよ。シオンが負けるはずがないんだから。エンドラさん強く言って。あ、最後は気持ちよく終われてよかった。でもシオン、もう3日ぐらいは掘りたくありません。